はい、中田です。今日は豆腐のニョッキとナスのピザ風を作っていきます。僕たちのチャンネルでは簡単な離乳食、お菓子、お料理を投稿しています。管理栄養士監修のもと、カロリー計算、PFC バランス、食塩相当量も記載してますんで、合わせてチェックしてみてください。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では本編スタート。中田村の暮らし。豆腐のニョッキを作りたいと思います。上にかけるミートソースを作っていきます。まず玉ねぎを2分の1個みじん切りにします。はい、次にニンニクを2分の1かけ、このニンニクもみじん切りにしていきます。オリーブオイル大さじ2分の1ここにニンニクのみじん切り入れて炒めていきます。ニンニクの香りがしてきたら玉ねぎを入れます。と豚ひき肉を 200g で、ひき肉の色が変わるまで炒めていきたいと思います。とひき肉の色が変わって火が通ったので味付けをしていきます。では赤ワインを大さじ3 45g です。カットトマト、これは缶でもどちらでもいいです。1パック全部入れます。塩を1/2、小さじ1/2、1回ひと煮立ちさせます。ブクブクしてきたのでローリエを1枚入れます。このままじっくり20分ぐらい煮ていきます。はい、20分経ちました。水分もいい感じに飛んでミートソースが完成しました。ニョッキを作っていきます。ボウルに一晩水切りした豆腐です。ここにオリーブオイルを大さじ1/2、塩を1つまみ、強力粉を少しずつ加えながら混ぜていきます。ひとまとめになったらまず打ち粉を引いて、先ほど練ったニョッキの生地を出していきます。よし、棒状にで3センチくらいに切り分けて丸めて、こうやってこういう風にちょっとガタガタガタってなってるのがニョッキなんだよね。できました。茹でていきます。お湯を沸かしておきます。優しくかき混ぜながらニョッキ同士がくっつかないようにね。そしたら浮いてくるまで茹でます。はい、ニョッキ全部浮いてきました。はい、ざるにあげておきます。はい、豆腐のニョッキをお皿に盛り付けてミートソースをたっぷりかけていきます。美味しそう。完成です。ではナスのピザ風を作っていきます。ナス2本3等分に切ります。トマト3個1センチ角に切っていきます。でウインナーを輪切りにします。よし、切り物は以上です。フライパンにオリーブオイルを敷いて、ナスを入れて、でナスの表面に焼き色がつくまで焼いていきます。はい、ナスをひっくり返していきます。焦げ目がついたらまずチーズ、ウインナー、トマト、でパセリを散らして、蓋をして5分蒸し焼きにします。はい、5分経ちました。ナスのピザ風、お皿に盛り付けて完成です。中田村の暮らし。いただきます。豆腐のニョッキ、うまい。もちもち、トマトの酸味が効いてるタイプのミートソースで、味がくどくなくてうまい。しかもこれ1人前 40g 近いタンパク質取れるんだよね。なんかほんとパスタ食べてるみたいだよね。うんうん、ナスのピザ風です。うまいな、これ。ジューシーだよね。めちゃくちゃジューシー。水分のジューシー、うん、ナスのジュースがブワーってトマトの旨味とともに押し寄せてくるって感じ、うん、塩気もこのソーセージがあるからも全然十分だわ。チーズとソーセージの塩分だけしか使ってないから、うん、塩分量も高くないっていうか抑えられた。フレッシュで酸味がすごい効いてるトマトだから塩気がこう際立つね。今日なんかご褒美みたいな。本当ね、パーティーレシピでもいいかもね。このミートソースもちうまいな。
結構たっぷりめにかけたんだけど、まだ余ってるから冷凍してスパゲティの上にかけてもらってもいいし、トーストにかけてピザトーストにしてもいいし。最高でしょそれ。だけどこのナスはちょっと驚いた。こんなジュース出てくるんだね、こんなシンプルなのに。うん、これはビール飲みたい。ビールもいいし白ワインかな。なんかイメージはね、芝生の上で食べてるって感じだから、ピクニックなんかビールの CM でいうとグリーンラベルって感じ。1人前887キロカロリー。なんか他の定食でご飯入れたらさ、このくらいになるからちょうどいいっちゃちょうどいい感じするね。塩分も全部合わせて 2.6 って結構いいわ。1人分で5とかいったのかな、塩分で。日本だとあと 3g しか取れないもんね。ちょっと減らしまくった。そんな、うわ、薄ってなるね。トマトの酸味と旨味が効いてるね、全体的に。でお肉からコクとかも出るしかなと思う。非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。皆さんの温かい応援いつもありがとうございます。それではまた次回会いましょう。またねー。パパがさっきから豆腐に芯がある、芯があるって言うんだけど、芯なんてないって。豆腐って柔らかいじゃん。それ大きいやつじゃないとさ、芯の確認できない。いやだから芯はないって。豆腐に芯はありません。いいかよ、だって浮いてきてるから大丈夫です。小麦の芯があるだろうかよ。ないよ。あったあよし、揚げていきます。確認しろよ。ないっちゅうに。確認だ。チャンネル登録をチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録